識者、ゲームコンテンツが売りにする史実なんて昔からあるゲーム業界の冗談。本気になるな。昔からあるからこれからも大丈夫だ。では通用しない世の中になったんだよ。残念だったね。ただのキモオタじゃなくて有識者なのか知らんけど、サムネだけ見ただけじゃわからんな。日本人は頭悪いから理解できない。ちなちゃんの歴史は改ざんし放題だもんな。ケースバイケースでは。ゲーム外に炎症して大爆発してるのが現状。何週遅れの話題やねん。日本の史実にしようとしてたことが問題なんでしょ。ゲーム云々は発覚したきっかけ。もはや何でもない一般人の書き込み、いちいち晒す必要ある？もう散々議論され尽くした部分だし。畳の指揮者じゃねえかん。行きたいじゃん。ハイランパ朝栗であまりにも態度がおかしいから調べたら嘘ばらまいてるバカが見つかっただけだぞ。勝手になろう小説で有名になったから信長の隣には黒人を清した側なキャレイシストだ殺すぞって言ってる。謎の歴史家が大学教授してなきゃな。むしろ海外は伝説の侍とか本気にしてるんじゃないの。前面に出して史実に忠実にゲームで再現なんて大文句やアピールやセールス聞いたことねえよ。超えてくですら合戦シナリオやらに史実に基づいたって入れてるぐらいだぞ。歴史上の出来事をテーマにしたフィクションで、云々の歴史上の出来事をテーマに云々もなくせ、この物語はフィクションであり、実在の歴史上の出来事、人物、団体とは一切関係ありませんって正しく書いておけ。朝栗の起動画面に毎回出てくんぞそれ。日本語読めないのか、それとも朝栗アークなのか。この物語はフィクションであり、実在の歴史上の出来事、人物、団体とは一切関係ありませんって書けって言ってるんだぞ。君 MMR マニー受けて叩いて。黒人がアフリカ侍を真に受けるアホじゃなければな。ここまで想定以上のアホがいるってことが分かった以上、どれだけ釘刺しても信じるアホは出るだろうが、何もしないよりはマシ。後付けで冗談って言えば何言ってもいいなら脅迫で捕まるやつなんかいないと思うが、今の状況だけで触れるのが大間違い。これまでの流れで UBI が何と言ってて、 PV を流して、その中身がどうだったのか、その後出てきた取材で何と言ってて、何を参考にしてて、それに対する反応や流れを知った上で、ヤスケの話題に触れた上で、そこまでの経緯に一言添えてゲーム論を言わなければ炎上する。指揮者とは今まで普通のワイドショーやってたのに同じ番組で嘘言い出したらダメなんだよ。誰も史実なんて言ってなかったんだが。さすがに超えてくでもあんなに自信満々なほら吹くことないぞ。史実でこうなってるからこうした程度。外人は頭の悪いやつ等が相対的に多いから冗談を待ち受ける危険がある。一生懸命調べてそれに基づいて作りましたって切ってたからな。実際はネットでコピペレベル。トーマス・ロックリーのナロー小説を信じるバカが UBI がゲーム作るほどいることが問題なんだよ。後押しされたら困る。任天堂が南京大虐殺ゲーム作るようなノンフィクションだからで済まない影響力がある。未だにゲームのフィクションだからとか言ってるやつは問題を何も理解してないバカか火消しの工作員だろ。侍の起源は黒人。史実ってことを売りにしたゲームなんかあったか。正しい知識のないやつやバカなやつはフィクションでも信じてしまう恐れがあるら正さなければならない。世界に売り出すからその危険は計り知れない。なんで用語派ってみんなずれたこと言うんだろうな。これが史実だって言って変なことまき散らしてるから怒られてるのに、ファンタジーに怒るのなんてコリコリ推しの連中ぐらいだってことはみんなわかってるよ。 UBI はこれが史実だなんて言っとらん。ゲームの史実なんてポリコレしか問題点にしてねえだろ。移民につなげようとするブスが問題なんだよ。でも日本人は日本内外の偉人や物を擬人化に体化しとるやん。スクエニとかさ。また反日かよくソニー朝鮮人か。ぶっちゃけ史実云々言い出したら秀吉の一夜白イベントなんて完全に NG だぞ。また何週遅れの火消し用語やってんだな。もうそういうステージはとうに終わってるっつね。それな。マジかよ、カプコンわさび以降を史実って言ったんか。おまけにウィキペディア解散して海外インタビューで史実って振る舞ったのか。なわけねえだろバカ。ロックリーの話と UBI の話をごっちゃにすんな。ゲーム云々は UBI の範疇だろ。当たり前だろ、本願寺は筋肉教団なんだよ。格も声も最近本願寺にめっきり触れなくなったな。というか無双もバサラも死んでたな。
オリンピックでさくりごっこして注目集まるから火消ししたいんだろうな。あの規模の会社が著作権マン無視してるの知られたら困るからな。これ用語か。皮肉言ってるように見えるんだが、ヤスケをすごい人物と見せかけ商売にしようとしてるグループに対して、ヤスケなんて所詮冗談キャラなんで笑って言ってるようにしか見えないが、まあなんつうか、普段はハンポリコレを標榜してるような連中が日本の歴史を正しく描けって必死にポリコレ運動をしてる姿はなかなか笑えるもんがあるな。保守の正しい行動だと思いますが、この文章全然つながってないような。ヤスケに問題がありますが、ノーエバーくらいつながってない。すっぱりネトウヨと戦ってて草。最初に声を上げたのはただのゲーマーで、ヤスケや内会の作者は PS 箱系の記事を扱う指揮者だったんだよね。 UBI はフィクション宣言したからもういい。問題はロックリーよ。ロックリーへの怒りを UBA にぶつけて、 UBA への怒りをロックリーにぶつける負けの連鎖。笑う。もうアサクリとか発売しようがやめようがどうでもいいんだわ。日本人は第二のイランフ、旭日旗問題と戦わないといけないから。冗談で言ってるような企業がこんな活動するか。ディスカバリーツアーは本編じゃないぞ。本編が史実なんて話誰もしてないぞ。それにシャドウズはディスカバリーモードないけど、ディスカバリーモードのような体験ができるからとここまで騒がれてるんであって、公式自ら逃げ道せいでるからな。日本もゲームでアーサー王の女性化とかやってるけどさ、日本語力も英語力も男やん。一般人もアーサー王男だと思ってる。ヤスケで起きたことをアーサー王でやるとしたら、英語力だけ男で、それ以外の言語の道すべてがアーサー王女、イギリスの大学教授、日本人がアーサー王女の妄想本を書き、それを証拠として自分で力を書き換え、イギリスの大学教授、イギリス人のアーサー王女妄想が元ネタなので、そいつは力技術をガチ用語、おかげでアーサー王女と思い込んでる一般人が増えてる。ザビー教で心がほっこりした。一気ありそうやな。ガンパレゴエモンありそうやな。ヤスケが日本人に尊敬されてる侍、それはない。戦国時代の黒人と火器戦以前にまず化け物枠だからな。畳屋さんで草。岡さん、彼の存在は稀有だったと言ってあげたいです。なんか実際に見てきた風に語るのやめた方がいいわ。アサクリが間違いだらけでひどすぎ、それを史実ですとか言い出す。アサクリファンが怒り出すが、それをレシストだと言い出す。無断盗用が発覚する理由すら不可能そうな重要文化祭と盗用に謝罪をするが、日本だけで海外では盗用そのまま。ロックリー小説がフィクションの上自作自演で力さえ書き換え、お菓子が援護するが、旦那もロックリー関連か。シルクロードがエビデンスが政府各部各部顧問、周回遅れで各所に工作か。今この後映画や舞台が控えてる。